スターがいないカリスマがいない K-1 はもう終わりました。これからは僕の時代です。昔俺もそんなこと言ったな。これから格闘技は盛り上げてから、もう安心して俺についてこい。彼は格闘技界の救世主なのか、それとも俺以外全員カスなんで。戦慄のブラジリアンフック木村フィリップミノル22歳。俺 K-1 とタメなんで。今日の木村フィリップミノル、こんな感じです。 K-1 設立と同じ1993年に生まれ、今年格闘技界の中心は間違いなくこの男。そしてついに、やっとお前が待ち望んだ人はベルト巻く時だぞって。過去の K-1 チャンピオン全員多分望まれてないんで、俺だけだと思うんで。これまでベルトを巻くことのなかった木村は今年1月、王者ゲイオとのノンタイトル戦で勝利。すると世界一が動いた。มีต่อยยกก็ได้คิดว่าผมไม่แพ้ครับและผมก็ไม่ชอบเขาที่คุยที่อวดครับแล้วผมอยากชกกับคิมูระครับ王者新ムエタイ最強伝説ゲオウィラサクレック31歳。圧倒的な強さで65キロの世界一を手に入れ、木村に不覚を取った後の試合で完全復活。過去最強のゲオがやってきた。อยากให้แบบระดับแบบพุ่งๆขึ้นไปครับมึงกัดสกุลมุ่งเป็นไม่ใช่ยักษ์ก็ずっと持ってたんで、まあ初めてマックベルトは K-1 っていうのはすごい思い入れがあるんで、まあこの日のためにずっと取っておいたのかなって思います。新生 K-1 は俺が作る。 K-1 ワールドグランプリアンダー65キロタイトルマッチ、王者ゲオウィラサクレック VS 挑戦者木村フィリップミノル。試合開始に先立ちまして、王者ゲオウィラサクレック選手よりチャンピオンベルトの返還を行います。ただいまより K-1 2015年のメインイベント、 K-1 ワールドグランプリアンダー65キロタイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、172cm 65キログラム、ブラジルファイティングカイロスマイウェイチーム、木村フィリップミノール。ヒールからヒーローへ生まれ変わるのは今夜、木村フィリップミノル。赤コーナー、169cm、64.9kg、対ウィラサクレックフェアテックスジム、K-1 ワールドグランプリアンダー65キロ王者、KO ウィラサクレック。ムエタイ新最強伝説、
本当の最強伝説は今夜から始まる。ゲオウィラサクレックチャンピオン。この試合は K-1 ルール3分3ラウンド。さあ、いよいよ K-1 ワールドグランプリアンダー65キロタイトルマッチが行われます。画面がチャレンジャー木村フィリップミノル。最強になりたかったら最強の男を倒せばいい。しかしゲオは思います。木村を黙らせるのは私の役目。現実を見せつける。さあ、2015年 K-1最後を締めくくるのはゲオ・イラサクレック対木村フィリップミノル、アンダー65キロタイトルマッチです。さあ、正人さん、ついにですね。はい、来ましたね。どういうゲオがコンディションで来てるか。そうですね、木村はもうコンディションいいみたいですよ。そうですね、これ木村はもし KO で勝ったら、はい、どんな大口叩いてもいいですね。いいですね、許しますか。中村さん、はい、でも木村選手がこうゲイは仕上がってないみたいな言い方してましたよね。まあ、そうですね、まあ、木村選手のね、まあ、リップサービスが出るのかなと思いますけどね。 まあ、かなりね、ゲイオ選手今回の試合に向けても練習してきてると思うんで。そうですか、はい、さあ、完璧に仕上げてきた2人の戦いです。チャンピオンがゲイオ・ミラサクレック赤いグローブ、チャレンジャーが青いグローブ木村フィリップミノルです。10ヶ月前この2人がワンマッチで対戦しています。ノンタイトルでした。その時はゲイオは試合を圧倒したかに思われた。木村やっぱり一発があって一つ段を奪っての木村の勝利。チャンピオンながらリベンジマッチでもあるこの戦いです。ゲオ、まあ、いつものゲオ選手大体試合の2日前に来るんですけど、はい、今回4日前に入ったんですよね、うん、それでも調整して、まあ、日本の気候に慣れたいってことを言ってたんで、そういうところは結構本気度が、ね、伝わってくるんですよね、はい、あれですよね、1回ダウン取られてるんでゲオしっかりあのパンチをブロックしますね。しっかり見てここまでは慎重。ゲオ左ミドル、やはりこれからですね、軸は作るのは。フェイントを見せます木村。まあ、体はご覧のようにフレームが一回り大きな木村フィリップミノル。ガードを下げて誘うようにします。遠い前のミドル、いやピリピリしてますね。いや、この緊張感がいいですよね。もっと言っても倒せる男。いや、2人ともですからね。そうですね、2人とも一発で終わらせますからね。どちらが相手をぶった切るか。左フックを思いっきり来た。笑っています木村。それに応える芸を近い距離、近い左。おお、こういった攻撃を。それとハイキックだ。ハイキックかすめた。なんだこの2人は。スイングしています。つまり距離を取る。でも中村さん、ここまでの木村選手の戦い、はい、過去見ててもコーナーに詰めたり詰められたりした時に何が起こるんですよね。そうですね、まあ、でも今日木村選手動きいいんじゃないですか、ゲイオのミドル結構スウェーでかわしてますよね。先ほどのハイキックもそうでした、はい、やっぱ体重の選手ミドルでテンポ作っていくと思うんで、それやっぱ当てさせないのは大きいですよね。ストレート膝、いやいや左ハイです。ちょっと腰落ちたような気がしましたけどね。ガードしながらですが、今聞いたかもしれません。うわ、もう軌道も何も下から振り上げるようにします。木村左ミドルだ。中村さん、これが当たり始めるとフェース取れるんですね、ゲオだと思いますね。あの相談に聞いたんですけど、ゲオのパンチは重いらしいですよ。パンチが強いんです、ね、パンチも重いって言ってましたね。ストレート打ち抜きましたね。いや、正人さんおっしゃる通りパンチで倒した。あの怖いゲオが、本気のゲオが見れましたね。ついに本性を表した関根さん、恐るべし。いや、僕ね、1月の時よりもね、あのゲオが慎重になってたんで、やっぱり木村は強くなってるのかなと思ったんですけども、はい、腰淡々と狙ってましたね。木村選手も動き悪くないと思ったんですけどね。でもゲオはやっ
やっぱ前回のダウンをもらったことですごい警戒してましたよ。してましたね。本当に慎重に打たせないように慎重にやって、それでやっぱり打ちに行きましたね。これが現実か。いや、慶応は強いな。もうちょっと次ノイリとやってほしいですね。そうですね、見たいですね。見たい。ただ今のストレートのパワー見たら、パワーありますね。もう本当グレゴリアンとやっていいんじゃないかと。それですね、もう。そこで 67.5 キロっていうので。そうなんですよね。こりゃ強いわ。あとやっぱりこう、木村苦しいですね。やっぱりこうゲオ選手、あのコメントにもありましたけど、K1 のためにこう自分は頑張りたいみたいなことを今回すごく言ってて、はい、こうやっぱ K1 王者の自覚というか、自分が引っ張るみたいな気持ちも芽生えてると思うんですけど。そうですね。でもやっぱり今後ね、ゲオ選手を誰が倒すかっていうことで、やっぱり K1 盛り上がってきますよね。そうですね。65キロ日本人もね、いい選手たくさんいるんで。いますからね。でも関根さん、思い返してみると1年前強かった頂点に立ったゲイを誰が倒せるんだって言って倒したのが木村だったわけですね。そうなんですよね。でもやっぱりリマッチやったらやられちゃったっていうね。タイトルマッチだと強いな。それにしても今回の3大タイトルマッチすごかった。全部ゲイですね。全部面白い。面白かったですね。面白い面白い。そこまでのスーパーファイト、まあ判定がずっと続いてたんですが、なんか K1 のベルトがリングに上がってこう変わったんじゃないですか、雰囲気と空気が、ね、変わりましたね。いや、あのタケル、そして浦部兄弟の戦いがあって、それを超える戦いはもう無理だろうと思ったら、また衝撃でしたね、この KO は。そうですね。あ、木村はもう涙が止まりません。まあでも木村負けて強くなるから、そうですね、またやっぱ花があるからいい選手ですよ。本当、やっぱ木村選手だったか挑戦者だったからこのカードがまあメインになったと思うんでね、まあリマッチしてほしいですよ。そうですね、また来年、実績作ってって、はい、いや、正人さん、本当にでも、はい、木村選手がこの1年引っ張ってきましたよね、K1 そうですね、まあ、K1 の、ね、本当に盛り上げたし、まあでもね、最後はまあ、盛り上がりましたけどね。確かに、まあ、木村だから真っ向行って、しかし強かった、まあ、中村さんもおっしゃいましたけど、はい、こう凄みを見せましたね。まあ、チャンピオンがね、やっぱこうこれだけ強いと盛り上がりますよ、絶対これから。いやー、でも伸びましたね、最後の左ストレート。いや、踏み込みが早かったですね。ああいうこともできるんですね。前回あって踏み込んだところにカウンターもらいましたけど、ね、今回はね、もう倒しきりましたからね。あの踏み込んだとき最初は左の入っていったじゃないですか、はい、で次は左のストレートっていう打ち分けました。あのね、なるほど、変化させましたよね、攻撃。いや、盛り上がった盛り上がったすごい大会になりました。いや、本当にチャンピオンたちの自覚と挑む者たちの本当に気迫がこの3試合をとんでもない内容にしてくれました。さあ、防衛したチャンピオンのコメントです。สวัสดีแฟนมวยชาวเคบันแฟนมวยชาวญี่ปุ่นทุกคนครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาเชียร์และให้กำลังใจในศึก K1 ครั้งนี้และผมก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ K1 ขอบคุณหัวหน้าวีรศักดิ์เล็กวงเสิร์ตแล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาว K1 ทุกคนครับ今日は日本の K1 โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับในศึก K1 ครับどうですか。今日は日本のファンの皆様、応援ありがとうございます。そして K1 関係者の皆様、スポンサーの皆様にも感謝申し上げたいと思います。私はこれからも王者としての仕事をきちんと果たしていきたいと思います。และ一樣หนึ่ง เดี๋ยว
อนาคตผมก็จะมาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเพื่อจะเต็มที่กับศึก K1 ครับผม私は今後も日本で K1 チャンピオンとしてしっかりやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。この謙虚な男がリンクに上がって木村と対峙したらあの怖さを出しました。慶応ミラサクラック選手のノックアウト勝ち。これによりましてアンダー65キロ王座は慶応選手が初防衛に成功いたしました。 K1 三大タイトルマッチアンダー55キロはチャンピオンタケルが倒されてその後倒し返して防衛、アンダー60キロタイトルマッチは浦部兄弟対決、兄が弟からこれまた劇的な逆転勝利、そしてメインご覧の通りです。それでは改めましてここで4名の K1 王者をご紹介いたしましょう。 K1 ワールドグランプリアンダー55キロ王者タケル選手、アンダー60キロ王者浦部博隆選手、アンダー65キロ王者ゲオミラザクレック選手、アンダー70キロ王者マラット・グレゴリアン選手、この4人の K1 王者たちに今一度盛大な拍手をお送りください。4800人超満員札の目となりました国立代々木競技場第2体育館、惜しみない拍手が送られます。感動の拍手が送られます。いやこの4人のチャンピオンは強いですね。強いですね。そうか、グレゴリアンも関根さんいるで、そうなんですよ。まあでも4階級の中でね、はい、日本のチャンピオンが2人いるっていうのは誇らしいですよね。そうですね。チームドラゴンの2人、タケル、そして浦部黒鷹、ゲイオミラサクレック、そして彼の戦いは3月に予定されているということです。70キロの頂上対決も楽しみです。さあ中村さん、はい、まあ、今チャンピオンが、揃い踏みですが、改めてチャンピオンシップ振り返っていただきましょう。そうですね、まあ、やっぱり、なんとか話しましたけど、タイトルマッチになってからこう一気にあの会場の空気と変わりましたし、試合の緊張感とこうスリルというかドキドキワクワク感がやっぱりガラリと変わったので、やっぱりこの K1 のベルトを持っている選手とこのベルトをかけた戦いっていうのがちょっとワンステージ数ステージ上のところにあるんだなっていうのをまあトータル振り返って思いましたね。その中でああいうこう予想できないような結末をやっぱり最後引き寄せて勝つっていうのが K1 のチャンピオンだと思いますし、何かもうちょっとこう時間を置いていろいろ考えたいぐらいですね。そうですね、はい、この戦いを引き寄せる磁場みたいな、これ何なんだろう、その K1 の持っているものってことですね。まあ、でもやっぱり戦っている選手たちのやっぱりこの K1 という舞台でこう輝きたい、この K1 という場所を盛り上げたいというやっぱ選手のこの覚悟というか、あと勝負に対するこの思いとか、それがやっぱ詰まってるからこそやっぱりこのベルトがかかった試合っていうのが一番こう熱いものになると思いますね。まあ、本当にシンプルなことだと思うんですけど、やっぱり、はい、関根さん、はい、同じ質問ですがチャンピオンシップに限らずですがいかがですか。いやもうね、始まって1年じゃないですか K1 が。そうです。それで1年でねこんなに盛り上がるっていうことはやっぱりいい選手がたくさんいるわけですよ。そうですね。で今後もこの K1 を見てあのキックを始める選手もいますから、うん、まあ来年再来年どんだけ盛り上がるのかね、今から楽しみです。そうですね、まあ、K1 甲子園の最強、そして篠原という2人もそのチャンピオンたちの背中を見てたはずです。雅人さん、はい、どうでしたか。いや本当にこの3大タイトルマッチ、うん、全試合が KO じゃないですか。そうです、ね、これ簡単に見てる方はKO をしているように見えますけど、はい、たったの3ラウンドしかない中で、しかもこのレベルの高い選手同士での KO っていうのはものすごいことなんですよ。しかもこれが全部タイトルマッチが KO じゃないですか。これは本当にすごいことで、やっぱりそれだけみんないかにして勝つか、どう
ファンを魅了して勝つかということを考えていると思うんですよね。そうですね。その選手たちの努力で本当に素晴らしい大会になったなと思いますね。関根さん、はい、最近ですかね、おっしゃった、まあ、以前は正人さん一人でこう引っ張っていた、今は違うという話です。今はね、階級がやっぱり4つありますから、その4人のチャンピオン、そしてそのチャンピオンに挑戦をもう虎視眈々と狙っている 若い人たち、はい、だ本当に正人さんは本当に、まあレストランでいうと正人というすごいレストラン1軒だけで引っ張ってたんですけども、もうこれ中華街のように名店がびっしり集まってみんなで引っ張っていくということで層が厚くなりますよね。まさに階級が4つあるっていうことですね。あそこに行けば外れはないぜっていうことですね。どの店もうまいよと。そうですね。うまいもの食いたければ K1 に来いと。でお互い切磋琢磨してるじゃないですか、チャンピオン同士 で、ね、俺の方がいい試合見せたいっていう、でそういうだから、階級同士の戦いもあるわけですよ。そうですね。正人さん、はい、でも前田プロデューサーが涙で表彰状を読めなかったのも印象的でしたよね。そうですね。やっぱり、この浦部兄弟にはやっぱりもうね、本当高校生、もっと若い中学生ぐらいかもしれないです ね、 そうですね。そのぐらいの頃から見てるんで、やっぱり特別な思い入れがあるでしょうし、まあ、前田さんからしてみたら、どっちにも勝ってもらい、どっちにも負けてほしくないっていう気持ちがあるでしょう ね、 そうですね。でもまあ本当に、まあ、兄弟対決最高の、ね、試合をしてくれたんで、はい、まあお互いまあこれでね、そうですね、まあすっきりと、そうですね、はい、また違う、安心したような表情に見えました。安心してまた違う世界の強豪と戦って、はい、さらに K1 のベルトの価値をどん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 高めていってもらいたいと思います ね、 そうですね。さあ、そんなチャンピオンをはじめ K1 選手たちが来年2016年3月4日金曜日からすでに動き始めます。いや、来年もこれだけの戦いが用意されています。たまりません。見に来たら外れなし、間違いなし、それが K1 です。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お話伺いました、K1 公式サポーター関根勤さん、そして正人さん、スポーツライターの中村匠さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まずは試合の感想からお願いいたします。ตอนนี้รู้สึกดีใจครับที่ตอนนี้รู้สึกดีใจครับที่แก้แค้นสำเร็จครับ今は去年ก็เป็นการป้องกันแชมป์สำเร็จก็คิดว่าตามที่ผมได้วางแผนมาครับทุกอย่างมาคู่กายチャンピオンの座を防衛するということは自分にとってまあ最低限の仕事だと思ったので、まあ、それができたということにも満足しています。สำหรับคิมูระเขาก็ฝีมือเขาก็พัฒนาขึ้นครับก็หมัดเขาก็หนักครับก็อย่างที่เขาพัฒนาขึ้นมาまあ、以前から申し上げている通り、木村選手はとてもパンチが重い選手で、まあ、その部分においても彼自身も成長しているというふうに感じました。今日は最初のハイキック、以前のやつやらなかったんですけど、なぜですか？今日はなぜかに、オーアウト、ガンコール。ファイニーが、พอยกแรกเป้งก็คิดว่าจะเตะก้านคออยู่แต่ก็เลยไปเรื่อยๆดีกว่าครับมามา今日は1セット目からハイキックを出していくというよりもちょっと様子を見てというふうにプランを立ててますけど、じゃあ1ラウンドが終わりまでに1回こうダッシュするというか勝負というか決めたんですか？แผนการที่ว่าอยากถ้าได้โอกาสก็ให้เสร็จเร็วๆคืออยากให้เสร็จยกแรกที่สองผมคิดว่าก่อนเกมการชกผมก็คิดว่าน่าจะดูเดือดน่าจะมันกว่านี้ครับแต่จังหวะเขาโดนหมัดซ้ายของผมเขาก็
โดนเต็มๆครับก็เลยเอาไปหลุดก่อนและอีกอย่างผมก็ตั้งใจแก้เกมมาอย่างนี้ผมก็คิดไปอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสก็น็อกครับยังไงไม่พลาดแน่นอนครับยังไงไม่ถ้ามีจังหวะก็ไม่พลาดแน่นอนตอนนั้นก็รู้สึกว่าหลักซ้ายก็เขาก็ตอบครับโดนเต็มๆครับแล้วก็เขาตามด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรอยากก็ครับอีกอย่างผมก็คิดว่ากติกาเควันครับก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผมก็จะมาศึกษาผมคิดว่าตั้งแต่ปีใหม่ผมก็จะขึ้นมาอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็จะมาซ้อมที่ญี่ปุ่นครับผมก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับกติกาเควันให้มากขึ้นครับเพื่อจะต่อยในศึกเควันครับสมาชิกทุกคนอยากจะได้ที่จะการ์ดですがまあ来年から自分は日本に拠点を置いて活動するということを申し上げてますけれども自分にとっても新しいスタートになると思いますのでこれからは今まで以上に K-1 の練習をして練習も積んで自分がその K-1 を引っ張っていけるような存在になりたいと思います。はい、こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様です。率直な今の感想からお願いします。いや、そうですね。もうなんかもう俺らしい巻き方かなって思いますね。もうなんか記憶戻った時にはもう8カウントぐらいでちょっともう止められたんで、まあでもまあいい感じにまたもう跳ね上げます。また俺しかできないことはたくさんあると思うんで、まあ諦めずにちょっと。まあ、また魂奮い立たせてもう一回リングに帰ってきたいですね。やっぱりでもこの1年間、まあ、ずっとこうやって K-1 のリング上がって、まあ、最高に盛り上げられたことは、まあ、めっちゃ俺からしたら本当に誇り高いものなんで、まあ、胸張ってちょっと、まあ、決してちょっとくじけないでちょっとまあ俺は絶対この格闘技界には必要だと思うんでちょっとまたぶち上げます。まあそんな感じでちょっとまた頑張ります。KOはやっぱりちょっと前回とは違う感じ。いやなんかもうアクシデントなんで前回でも十分あり得たし、前回の自分の方がそのなんか準備できてなかったし、前回の方は本当にまあラッキーパンチ的な感じなんですけど、まあ今回は最初からゲームプランで対抗したんで本当にもう。本当に自分たちが持っているものをぶつけ合ったんで、それでああいう結果になったらもう本当にしょうがないです。アクシデントは起こるもんなんで格闘技は。まあそうですね。まあいろんなタイプの選手いるけど、俺はメイウェザーみたいに無敗でいけるタイプじゃないみたいなんでどうやら。ちょっと俺らしく、
もうぶっ飛んだ試合して勝ちながら負けながら、そうですね、チャンスを掴んでまたちょっとベルト巻きたいですね。まあそんな感じです。